皆さんこんにちは、峰本千佳です。では10月号の解説をいたします。はい、ではまず一読いたします。新道富士、この考えを大切に残しておきたいですね。生まれ育ったその土地の食べ物は体に馴染んでいて健康にも良いです。はい、では段課題の1行目です。芯は縦線をしっかり長く引っ張っていただいて、左払いよりも長く位置が来るように形を取ってください。ドは上よりも下の横線をしっかりと伸ばして長く書いてください。フは書き順は横から左払いに続けて書いていただいて、その後で真ん中の縦の線で最後右の線です。真ん中の線をしっかりと一番下に長くなるように左右の線の位置を決めてください。2も上より下の横線をしっかりと長めに書いてください。口と脳の連綿は口のこの最後まで行かずに脳に持ってくるこのあたりを柔らかく書いてください。ここに空間空きます。考えるという漢字も上の横線よりも下の横線をしっかりと長く書いてください。ひらがなの絵はこの横線よりも前に後ろに出るように幅をしっかりと取ってください。その下の台もこの横線よりも左右幅を広げてください。大切の節はこのあたりが硬くなりやすいので柔らかく書いてください。続いて2行目です。2行目の残すという漢字のこの線をしっかりと長く書いてください。上下しっかりと一番長くなるように書いてください。ひらがなの手は横線をしっかり引っ張っていただいて、こちらの空間が広く、こちらが狭くなるように書いてください。O はこの空間を広く取ってください。下の方の隷数のこの線の部分は柔らかく書いてください。生まれるの生きるという漢字はここを一筆で書いていただいて、つながっているかのように動かしながら、ここから一気に書いてください。ひらがなの例は右の部分を広く開けてください。2行目まで以上です。はい、3行目です。横の育つの横の線を一番長くなるようにしっかりと引っ張ってください。土地の地ですが、土辺は下の横線が上よりも左側に出るように空間が空くように伸ばしてください。右側はここに空間をしっかり開くように下の横線を伸ばしてください。こちらは右上がりになるようにこの線、こちらより高い位置にからスタートしてください。食べるはこの線が一番底になります。空間を意識して書いてください。
食べ物のものの牛編は横が先で次に縦を書いていただいてからそのまま下の横線を書いてください。この空間も少し一番端っこが広くなるように開けてください。体は人偏よりも右側の本の方が大きくなるように書いてください。はい、4行目ですが、馬編は縦を書いていただいてから横を書いていただいてまた縦を真ん中書いていただいてから横、横、下の線でつなげて書いてください。そしてこの縦の線をしっかりと長く書いてください。こちらに小さい三髄辺がありますので1画目2画目を左に出してください。この三髄辺の横からですが払いが先でその後にここから一気に横の線の長い線のところまで書いてください。健康の健はこの円尿のところ、この払いよりもこの線が下に来るように下の方に伸ばしていってください。こちらにも空間を空けてください。健康の項のまだれですが、横線よりもこの左払いのこの縦の線を長く書いてください。縦の線をしっかりと一番長くなるように形をとってください。良いという漢字もこの縦の線が払いよりも下に来るように長さを調節してください。以上です。